熱炎循環、熱炎循環、熱炎循環は、主に中深層、数百メートル維新で起こる、地球規模の海洋循環を指す言葉である、水深線数百メートル以下での海洋循環を指すという説もある。語源のサーモは、熱、ヘイラインは、塩分の意味で海水の密度はこの熱と塩分により、決定される。メキシコ湾流のような表層海流が、 赤道大西洋から極域に向かうにつれて冷却し、ついには高緯度で沈み込む、北、大西洋深層水の形成。この高密度の海水は、深海底に沈み、1200年後に北東太平洋に達して、再び氷層に戻る。その間、それぞれの海盆の間で広範囲にわたって、混合が起こり均一化することで海洋の世界的なシステムを作っている。この過程で、 水界は熱エネルギーと物質、固体、溶解物質、ガスを運んで地球上を移動する。このように循環現象は地球の気候に大きな影響を与えている。熱炎循環と表層で起こる風性循環とを合わせて海洋大循環と呼ぶ。熱炎循環は大循環、深層大循環、グローバルコンベアベルトとも呼ばれる。 海水が南北に移動し、表面近くと深層の間を行き来することにより、特徴付けられるため、四五面循環、英語でメリデオナルオーバーターニングサーキュレーションと呼ばれることも、ある。表層海流が風によって起こるということは、例えば池の表面に風によって、さざ波が立つのを見ることで、直感的に理解できる。従って、昔の海洋学者は、深海では、 風の影響がないので完全に静止した世界であろうと考えていた。しかし現在の計測機器の発達により深海にも潮汐による流れに加えて表層よりかなり弱いながらも海流があるというとが分かってきた。深層の流れを駆動する主な原因は密度の違いと考えられていたが近年の研究では風が主な駆動力の起源という説が有力である。 海水の密度は全地球で一様ではなく、その違いは明瞭で不連続である。表層で形成される水海の間には明瞭な境界が存在し、その性質を維持している。軽い水海が重い水海の上に乗るというように、木片や氷が水に浮くように、形成された時の状態で決まる密度によって、重い方が潜り込み、軽い方が乗り上げるというような状態を示す。海水の密度は、 温度と塩分と圧力によって決まる。冷たい海水、塩分の多い海水は、それぞれ温かい海水、塩分の少ない海水より高密度になる。水海は最も安定した状態を保つため、流動する。ただ注意が必要なのは、海洋に温度と塩分を与えるのが、表面だけである点である。地熱の効果は小さい。水槽に水を入れ表面の一部を温めたの表面の一部を、 冷やす実験では、定常な延直流は生じない。上層の暖かい水と下層の冷たい水を混合するメカニズムが必要になる。この混合は、潮汐や風の効果によって生じると考えられている。風は、以上の混合の効果に加え、陸との相互作用やエクマン流で表面と中心層の海水交換を駆動する。エネルギーで見ると、 風が主な駆動力と考えられているが、密度効果や潮積による混合を含めたそれぞれの気はよくわかっていない。そのため、密度効果のみと誤解されうる熱炎循環という呼び方を避けた他の呼び方、蒸気参照が多く使われるように言ってきた。海底に沈み込む密度の高い水海は、北、大西洋と南極海という限られた海域で形成される。この海域で、 海水は風により冷却され、また海氷形成時に氷から排出される塩分で塩分濃度を増加させる。塩分の増加が海水の凍結温度を下げ、蜂の巣状の海氷の中でさらに冷却された塩水、ブラインが形成されることで非常に重くなり、氷からゆっくりこぼれ落ちて海底に沈み込む。 これらの深層水海は重いので、より軽い海水を押し抜けて下るように沈み込んで、極域の海盆を満たす。ちょうど陸上の渓谷や河川のように低層水海は海底の地形に沿って移動する。ノルウェー海では風による冷却が主な原因で、沈み込んだ水海北大西洋深層水などが海盆に広がり、グリーンランドやアイスランドや イギリス沖をつなげる深海の知る海盆を分断する相対的浅い海嶺の裂け目を移動しながら非常にゆっくりと大西洋の深海平原を南に向かって流れている。北部大西洋でこのように沈み込んだ水海はベーィング海峡が非常に浅く狭いため太平洋に流れ出すことはない。一方南極海の北部ウェッテル海の海標の演部では 風による冷却に加えブラインの排出が活発である。これにより形成された南極低層水、アブワが沈み込み大西洋海盆に向かって北方へ流れすが非常に重いので北、大西洋深層水の下部に潜り込んでいる。この水海は南極半島と南アメリカの最南端の間のドレーク海峡によって阻まれ北、大西洋深層水同様に 太平洋へ流入することはない。以上のように、主に大西洋で形成された深層水は大西洋海盆から南アフリカ沖を経由してインド洋に流れ込み、オーストラリアから太平洋海盆へと移動する。インド洋と太平洋では深層水は表面の海水と混合する。この混合に伴う上昇流は非常に遅いため、 急速を測って上昇流の発生場所を調べるのは海洋表層で起きる風性循環と比べて大変に難しい。しかし深層水は深海で長い移動の途中で物質が沈んで分解したことによって科学的な特徴を持つのでこれを北太平洋の表層で探すことで大規模な上昇流が起こる場所を知ることができる。またコンピュータシミュレーションを用いることにより 深層水海の動きを追跡することもできる。これによりインド洋と太平洋における混合以上に南アメリカ大陸と南極大陸の間の井戸で吹く卓越風により南極海で強い上昇流があることが分かってきた。この結果は海洋の拡散係数の観測とも一致する。しかし一方ではこれに反する観測結果もあり、深層水海の動きは未知の部分が多い。 熱炎循環は極域の熱収支に大きく関わり全地球の海氷の量にも影響を及ぼすまた地球の放射収支にも大きな影響がある圧倒的な体積を占める深層水界は大気の二酸化炭素濃度にも影響を及ぼしている可能性がある補表期の初期グリーンランドや北アメリカ表彰の誘拐によって 低密度の淡水が大量に流入し、北、大西洋での深層水の形成や沈み込みを極度に阻害したことが分かっており、これがヨーロッパで知られる気候、ヤンガードリアスイベントを引き起こしたと考えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。